J スポーツサイクルロードレースは J スポーツで放送される自転車ロードレース中継の総称である。J スポーツの前身であるスカイスポーツの主要株主であったフジテレビが2004年までツールドフランスの放映権を保有していたことから1998年から同大会の生中継を開始。その後、ジロでイタリア、ブエルターエスパーニャの放映権も獲得。 2006年からは両大会の生中継を開始すると、共に UCI 世界自転車選手権のロードレースについても放送を開始した。2009年7月23日、J スポーツとツールドフランスなどの主催者である ASO との間でツールドフランス、ブエルター、エスパーニャなど7レースについて2013年までの日本国内独占放映権契約を締結したことが発表された。 生中継は原則として J スポーツ4で放送。J スポーツプラスでハイビジョン放送が始まった2007年から2011年までツールドフランスを放送する際、プラスでのレース中継開始がプロ野球中継や J リーグ中継のため遅れる場合には J スポーツ1または2で先行して放送開始し、プラスでの放送開始後は1。 または2とのサイマル放送を行っていた。リピート放送は J スポーツさんを含めた各チャンネルで大会終了後随時行われている。ウェブサイトでの PDF 形式のスタートリストの配信や Twitter で J スポサイケルックのハッシュタグをつけて質問すると中継人がピックアップして放送内で質問に返答するなどインターネットサービスを積極的に活用している。 放送のコメンタリーは、基本的に、実況1名、解説1名が基本だが、ツールドフランスなどのビッグレースでは2名での解説になることもあるほか、現役日本人選手などのゲストが招かれることもある。また実況担当者が出演できない場合、解説者2名によるコメンタリー体制になることもある。実況解説ゲスト解説家記人物は主にツールド、フランスの中継に登場。 など、実況解説、ありがとうございます。